クラブグループというのは2年半ぐらい、3年目半ぐらいやってますかね、ぐらいやってるんですけれども、最近あのテレビでですね、ハイドロブルーっていう CM がエアドスクリーンがあるんです、マイルス・デイビスがね、好きなテレビですね、ただないんですけど、そっからまあ撮ったんですね。はい、でハイドロブルーを、から撮ったバンド名ですけど、僕はハイドロブルーを持っていなかったので、今回買おうかなと思ったら、あれなんか、あのアナログがなんで、売ってないので、この後に CD を買いましたと、まあ、そういう、ことです。で、フュージョンの曲で、歌はありません。曲はちょっと長めです、まあ。そんな感じのバンドになっております。それではですね、ちょっと、雰囲気の、まあ、ちょっと独特的です。じゃあ、まずメンバー紹介します。この、サックス、薄井玲。カルトサックスと、それからこのまっすぐなこと、それから最後にテナーサックスと、ます。はい、そして、オンベース、川島敦。イエーイ、はい、イエーイ、今日はね、テナーマップシーズンでありがとうございます。よろしくお願いします。デビューしていただきました。ドラムス、坂井翔君。ちょっとここは、初めてですか。はい、ということで、まさかの玉井貴弘です。よろしくお願いします。ではですね、まあ、オリジナルのものを誰も知らないことですけど、ちょっと雰囲気が違うことは、先ほどのインターバルという、はい、私の曲です。はい、thank you.
ね、金沢に転生してないからね、金沢ジャズストリートっていうグループがあるんですけど、そこに行ったんですけど、まあ、大変なのに見ましたね。台風の整備ですね、大雨の中、車で行って、そして、屋外ステージだったんですけど、川沿いのステージが漏水して、使えなくなって、中止になりました。ということで、多分グルメツアーでなってしまったんですけれども、その時にですね、次の日でドラマ局から富山で入ってその時のライブにちょっと、もういつやから次の時間やるわということで、演奏の時間をもらうわけですね。その時にですね、我々の持ちネタがちょっとオリジナルばっかりは誰もわかんないので、みんな知らない新曲、はい、なんだこれみたいな多分関係、しかもジャンルで、ね、今南さん来られてる方はハードロックロックを好きに来られてるのに、いきなり行くと空洞だし、歌はないし、ゆっくり始まってるんですけど、ちょっとイントロみたいな、トトの好きなされていくと思うとか、何曲もあるんですけど、やっぱり歌物をの方がね、なんか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 、そこで、まあ、大いに盛り上がったので、今日もちょっとやっちゃいましょうということで、みんな知ってる曲を、浜井さんが勝手にアレンジをして、アレンジしてるけど、やっぱり、ね、みんな知ってる曲もちろんです、はい、もうシーンが目に浮かぶようなそういうアレンジをしておりますので、ちょっと見たいです。本日一番長い曲になると思います。どうも、一曲は、では、曲名はまたどうぞ。
ましたね。直前に言われてしまいで何しようかなと思って、これやりながらですね。さて、何曲を使いに来ましたか。はい、ではですね、曲の長い我々4曲目で最後でございます。では、オリジナルに戻りまして、チンという曲を聴いてください。
ハイドブルーでした。ありがとうございました。